どうも9番ボブ使い良太です。今回やばいですよ。まずはこちらの映像なんですけれども、はい、トーピードに9番ボムぶつけて消えたと思ったら、今何があった？9番ボム、そこになかったよね。ということで相手視点で見てみましょう。はい、こちら相手視点でまずはトーピードを投げます。で、はい、9番ボム壊されました。そこに何にもないのに、これは一体どういうことなんだ。透明9番ボム最強ということでね、これを再現してみようと比べでやってみました。するとね、いろいろとんでもないものが取れました。まずはこれ、左奥の方が、おお、急になんか爆発した。そこには何にもないし、音も何もしなかったのに、まるでボムが爆発したかのような塗りができましたね。一体何だったんでしょうかね。一応他の視点でも見てみましょう。トーピーと投げた人視点、ボムないですね。ないのに、なんだこれ。ということでこの謎を解き明かしていきます。はい、結論から言うと、それぞれのスイッチで記録された映像が違うんですよね。最初に見たのも先ほど見たのも自分のスイッチに記録された映像であって、他の人の視点もあくまで自分のスイッチで記録された他視点という映像になるんですよ。ということで先ほどトーピード投げた人からのメモリーを送ってもらったので、それでチェックしていきます。さっきはトーピードにボムが当たってなくなったのに謎の塗りができるという映像が記録されてましたが、違う人の同じ試合のメモリットを、はい、このシーンですね。なっと、トーピードに9番ボムが当たってない。普通に爆発しました。そう、つまりは答えはこれなんですよ。ボムの位判定って投げた側じゃなくて受ける側に依存します。なので相手のスイッチではこのようにボムが残ってて、それに当たって爆死した。しかしこっちのスイッチでは残ってないから透明になったということですね。ということで他のシーンも見ていきます。こちら自分両他のメモリー、トーピードに9番ボムつけて、あれ、トーピードクラッと落としたのに視界は狭まらないし地面も濡れてないですね。2発目は普通に当たりました。こうなるはずなんですよ。で、視点を変えてももちろん同じ映像が映されるんですけれども、自分のメモリーだとトーピードにボムが当たって同時に炸裂もしてるけど濡れてないみたいな感じですね。あれ、でもトーピード受けて判定だったら2発もろに食らったから死ぬよねって話なんですけれども、これもいろいろあって同じスイッチでも実際の試合とその後作成されたメモリーとでちょっとずれることがあるんですよね。なんなら同じメモリーでも再生中に、あれ、さっきのシーンと違うぞなんてことがあります。このシーンだと実際の試合では1発目のトーピードを受けていなかった、だから2発目を耐えてるんですよね。ということで今の1発目のトーピードのシーンをまた他の人のスイッチで送られてきたメモリーの視点を見ていきます。これの次のトーピードですね。さっきは9番ボムトーピードに当たってなくなってましたが、おーっと残ってる。そして9番ボムの塗りが発生してませんね。同じ人のメモリーの別視点、このトーピードがそうです。バルーンで隠れちゃいましたけども、ちゃんと音もするしあります。同じシーンを別の人のメモリーで、はい、これすごいですよ。なんとトーピード自体がもうさっきのメモリーと違う。いやいや、こんな試合内容ずれていいのかいっていうね。同じメモリーの別視点、もうトーピードが完全に後ろに行っちゃってるんですよね。9番ボムどこ投げてんだって見えちゃいますね。ただし塗りはちゃんと統一されます。これトーピード塗れてない、9番ボムも塗れてない、ちゃんと塗りだけはね統一されるんですよね。では透明9番ボムの謎が解けたところで再現シーン、はい、透明9番ボム何にもないところでいきなり爆死しました。もういっちゃおう。ドーン、やばいですね。この視点だけ見るとほんと大変なことになってますよね。ということで、じゃあこのメモリーの別視点を見ていきます。さっき同じメモリーでも内容が異なることがあるって説明しましたが、まさにこのシーンそうですね。9番ボム残ってますね。で、普通に当たって死んでます。ただ2回目のやつは、はい、ちゃんと透明になりました。何もないところで急に爆死してます。で、またね、これ別視点でちょっと前から再生すると、何もないところでダメージ受けた声も弾いた音もしないのに画面だけ曇るという謎の現象も起きてるんですよね。で、今度はちゃんと透明9番ボムになってましたね。再生するタイミングとかでこうも違うのってすごいですよね。ということで別の人のメモリーでも見てみましょう。はい、こちらさっき画面だけが曇るという謎の現象のシーンがこれで、で、さっきの透明9番ボム2連のシーンがこれなんですね。ちゃんと残ってるんですよね。
実際の試合でも9番ボム投げる側からしたら透明になってて、受ける側からしたらちゃんとボムが残ってて、それに当たりに行ったという感じですね。で、受ける側の残ってた方のメモリーで確認したから、投げる側視点も残ってるっていう感じになります。まあこれまでの説明で分かったと思いますけれども、一応最後に他視点も見て終わります。さあここからですね、ボムは残ってそれに当たりに行く。でもう一丁、やっぱり残ってそれに当たりに行く。ということで透明吸盤ボムのトリックでした。もちろん他のボムでもできるので、よかったら試してみてください。それではありがとうございました。